男子サッカーが、久保建英ですね、はい、まあ、19歳ながらですね、スペインの行くフランス、ドイツなど、福田さん、どこも怖そうな気ます。選手にとって観客のいるというのは大きな力になります。駆け回ります。横浜 F マリノス背番号16、渡辺浩太。2列目の3人ですかね、久保建英選手と以下のサッカー日本代表、1年2ヶ月ぶりのゲームを迎えます。気持ちも踏まえてですね、はい、どんなプレーをピッチの中で表現してくれるのか非常に楽しみ。昨年2020年は選手をください。アルゼンチンのキックオフでゲームがスタートしました。まずね、左サイドでボールを展開していきます。縦でボールを、アルゼンチンがボールをキープ、縦にボールを送る、抜いた、倒れる、ファールはありません。助かった日本、クリアをしました。日本も 4-2-3-1、 同じようなシステムでまずはスタートしています。キーパーは大迫です。縦にボールを送って、これはオフサイドです。左サイドを返してくる10番の三好浩司。さあ10番の三好からクロスが入る、すごい、クロスに入ってきた、飛び込んできましたがコーナーキックに変わります。さあ日本、流れるような攻撃から最後は飛び込んできました。左足からさあコーナー、ニアサイド、ヘディングでクリア、さらに突破してくる、まだドリブル持っている、さあ中に入ってくる、いいよ、コースに当たった、クリアする日本。危ない、バレている三笘から縦へのボール、あー、ここはオフサイドです。いいボールですね、今ね、大阪からのボールね、している。さあ三好が右足でクロス、もう一度得意の人、はい、まあ、ちょっと当たりが悪かったですけどね、仕掛ける縦選手ですからね、左サイドバックの、はい、そうですね、はい、選手なんで、はい、まあ、じゃないとなかなか左サイドバックで狙ってきてますから、はい、旗手が行く、旗手、さあどうだ、おお、クロス、こぼれているという若き日本代表ですが、さあ、さてます、後ろから入ってきた、バーに当たる、2回目、そのアルゼンチンが相手、さあ南米の強豪に対して久保建英さん倒れました。板倉対応してる、外地のヘディング、うわ、決まってしまったが、9番の外地のヘディング、先制ゴールはアルゼンチン。この192センチのストライカー、イタリアセリエ A で活躍をするこの外地のヘディングシュート、先制はアルゼンチンです。まあ、試合の開始でボール引っ掛けて、そうですね、前向きに奪いたいはずなんですけどね、はいはい、そこを超えちゃってますよね。トレーです。高いボールが入ってきてヘディング、これもゴールに近づいてきましたが、アルゼンチン作って取って出てくっていう、日本からするとです。三笘がボールをキープして縦にドリブル入ってくる、三笘の得意ゾーン、コーナーキックに変わります。今のは一つファールなし、日本ボール。さあ日本ドリブルで仕掛ける、ファールがありました。日本フリーキックのチャンスを迎えます。日本、久保建英、ここはバーの上を越えていきました。アルゼンチンの選手たちも囲むのが早いというか、はい、そうですね、はい、の選手、三好選手というのは裏に走る、右足のシュート、田川の右足のシュートでした。まあ、上手い選手が多いから、はい、渡してあげたいという気持ちになるんですね。そうですね、はい、まあ、だからそこと今アルゼンチンられるので、ね、もっと30センチとか、もうそれぐらいだと思うんですけど、その30センチ入ってくるだけでやっぱりこう目線がディフェンスで、それを可能にしているのがやっぱりコンパクトな、うん、違うんだね、感覚がね、まあ、それはやっぱり呼吸のところあると思いますね、はい、果敢に仕掛けてるけどね、三笘で、いい形で三笘に入って仕掛けるっていうのはいいと思いますけどね。さあこの選手は抜け出す、ナイスカバーですね、ナイスカバー、手間のブロックのところがかなりスペースがない中で、はい、ここは少しタイミングが合いませんでした。オフサイドではありましたけども、はい、まあ、タガが一生懸命ワンツー入ってくる、中央、ウルシのシュートは、ね、なんとなくボール蹴ってスローインとか感じしますね、アルゼンチンの選手たちに、まあ、このスルーして、いやー寄せないと、右足のシュート、ブルーブリッジ、The certainty of finishOh, look, it's always great to see a solo effort with a goal. It's the ideal combination of pace and control.